なおちゃん、おはよう。てつは？それが遅刻みたいでさ、まだ来てないんだよ。そっか。お疲れ様でした。はい。ありがとう。何か変わったことは？いや、何も。あ、そういえば角田尚の彼氏が録音室に行った。高村哲ですか？ああ、何を思ったんだか丸田梅子のボディーガードを買って出たそうだ。物好きでというか。おはよう。高村哲がこの部屋に来たそうだね。どういうわけで？次に梅子さんと私が狙われるんじゃないかって。どうしてそんなことを？ドイツで起こった事件と似てるから。グラウエンの鳥籠事件、被害者の部屋の番号が同じなの。君を襲われる前に犯人を捕まえるつもりか。優しい彼氏を持って幸せだな。部屋に戻りなさい。どうして？いいから言われた通りにするんだ。何かあったのね。何でもない。早く戻れ部屋に。離せよ！いいから。よく聞くんだ。高村哲は死んだ。何をしようか、彼はもう帰らない。死んだんだ。嘘。今部屋の中を見たら心の傷はもっと深くなる。部屋に帰りなさい。鉄のそばにいたい。ここにじっとしてるんだ。動くんじゃないぞ。いるんなら出て。謝りたいことがあるの。さっきはひどいこと言ってごめん。私哲を信じてるから。だからこれからもずっと一緒にいていいでしょ？ねえ哲。あの子のために死んだのか。
目が覚めたか。顔だけ綺麗なのがどういうわけだ。遺体発見後、被害者の恋人が拭いてあったそうです。余計なこと。しかし妙だな。何で。今回に限って死体はそのままだ。何の細工も使った。犯人の侵入経路なんですが、ちょっと変なんです。変。ええ、遺体発見時、玄関の鍵もそれから窓も開いていました。でも3階の窓から入るのは難しいし、かといって玄関の鍵が開いていたっていうのも変でしょ。じゃあどういうことなんだ。犯人は最初から部屋の中にいたんじゃ。丸田梅子か。何も覚えてない。先ほど本棚では覚えてるけど、その後のことは何も。自分で殺してから酒飲んだんじゃないのか。何言うんだよ。私は人を殺してない。どうして黙った。いや、頭が痛いからさ。とにかく私はやっちゃいないよ。人の声。ああ、男の声だよ。何時頃ですか。夜中の2時過ぎ。どんな声でした。誰かこの部屋の前に来て、ドア越しになんか喋ってるような。二人とも男。声の盗み心当たりは。一人は高村哲。もう一人は9号室の太田。太田信彦ですか。多分な。俺が垂れ込んだなんて言わないでくれよ。で、二人は何を喋ってました。そこまでわかんねえな。事件のことは聞いてらっしゃいますね。ええ。昨夜は何をされてました。いや、部屋で寝てましたが。六号室を訪ねたりはしませんでした。いえ。本当のこと言わないと後で不利になりますよ。本当ですよ。刑事さんこそ何を証拠にそんな。いや、じゃあアリバイはないというわけですね。残念ながら。わかりました。では仕事がありますんで失礼。あ、エレベーターはお使いにならないんじゃないですか。いや、今なら安全だと思いましてね。ここの住人の中で安心してエレベーターに乗れるのは犯人だけだぜ。太田さんが喋ったよ。あんたの恋人ってな、太田さんだったんだな。バカ。昨夜も部屋に行ったそうじゃないか。部屋に。知らないよそんなの。本当に太田がそんなことを。あんたもしかして私をはめた。内緒にしといてくれよ。芸能人に恋人いっちゃまずいんだからさ。大丈夫だろ。あんたの魅力はルックスじゃないんだから。ちょっと、昨夜の事件もしかして私が狙われてたのかい。あんたが犯人でない限りはな。昨夜部外者が入れなかったのは確かなんだな。ええ、住人以外の出入りはありませんでした。そうか。すると犯行は間違いなく内部の人間ってことになるな。はい。いや、ちょっと待ってください。じゃあ角田朝は容疑者じゃなくなったってことですか。ああ、恐らくな。ご報だ。何ですか。お前、角田を現場に入れたそうだな。入れました。現場保存のテストがどうした。あの高校生がやったとしたら証拠隠滅を図ったかもしれないんだぞ。怒るんならその二人怒った方がよかないですか。なんでだ。張り込み中に異変に気づいてりゃ高村哲は死なずに済んだかもしれない。
直って子どうしたの？最近見かけないけど。何度か部屋まで行ったんだけどさ、出てこないんだよな。彼氏が死んでショックだったのか、それとも見せかけか。見せかけ？我々全員が容疑者だということを忘れなく。そういや、あの演歌歌手も見ねえじゃねえか。怯えて閉じこもったか、それとも見せかけなのか。それより今回死体に細工されてなかったって言うじゃない。あいつは契約とは関係なかったからな。じゃあコーヒーおかわりちょうだい。はいはい、おいてつコーヒー。じゃああの子、梅子さんの身代わり。ああ、契約の頭数には入らない。5人殺しまでにはあと2人残ってる。それは家賃もたまには遅れることもありましたよ。でも根は真面目な学生さんでね、うん、いわゆる苦学生ってやつですか。ええ、何ですか。養護施設を建てるのが夢だとかよく言ってましたよ。こんなことになって残念です。五田さん。うん。こんなものが。毎月100万の振り込み。もし俺が犯人を捕まえたら信じてくれるかい？お金のためじゃないってこと。合田だけど開けてくれ。開けてくれないか。高村哲の遺品を持ってきた。これなんだけど、心当たりはあるかな。中身は子供のおもちゃとかだった。それしまってくれない？鉄がその中にいるの。養護施設に就職が決まってて、そこの子供たちのだと思う。ねえ合田さん、ナイフで刺されるってどんな感じなんだろうね。これは角田直央に当ててあった。誕生日は近かったらしいね。どうして二つも？一つは俺からだ。角田さんを疑ってた、お詫びだよ。疑いは晴れたの？どうして？俺と同じだったからな。何が？高村哲を見つけた時の顔が。どういうこと？俺が18の時、チンピラに妹を殺されてね。現場へ呼ばれて妹の姿を見た時、俺も多分あんな風だったよ。当事者にしか分からない気持ちってものがあるもんな。でも妹さんどうして？ただのカツアゲだよ。妹は3000円の金を出さなかったばかりに刺された。犯人はすぐに捕まったが、たった8年で刑務所を出た。やつは今家庭を持ってる。俺はすぐにやつの居場所を突き止めた。それからずっとやつを殺したい衝動と戦ってる。
自分のこの手で奴を妹と同じ目に遭わせてやりたいってな。それができないから別の殺人犯を追っかけてるんだ。一人でも多くの人殺しを死刑台に叩き込む、それだけが生きがいになった。まあそんなことで、あの時の角田さんの気持ちが分かったんだ。俺も同じ思いをしたからな。なおでいいよ、角田さんなんて呼ばなくていいから。分かった。開けていい？あ、警察が試験的に配布してる携帯電話だ。ストーカー対策のね。ボタン一つでこっちにつながる。ありがとう。高村哲は電話を取ろうとして死んでいた。君の最後の言葉は伝わったと思う。これどこへ運ぶの？6号室の丸田さんです。これ全部？どうして？さあ、部屋の模様替えならもう少し待っていただきたかったんですがね。そんなこと言ってられるか。こっちは生きるか死ぬかなんだよ。そんなに犯人が怖いんならどうして引っ越さなかったんです？昨日引っ越しなんかして。どうしました？いや、今出てたら逆に犯人じゃないかと思われるだろう。こんちは。半年分の食料をお届けに上がりました。はいはい。半年分？隣の演歌歌手が部屋に閉じこもったぜ。どういうつもりなの？あと二人殺されるの待つんだろうよ。こっから逃げ出さないでさ。堅実な戦略ですな。浅ましい。目くそ鼻くそ笑うか？何言うの？新庄さん、新庄さんだって。ちょっと待って、閉じこもったってことは梅子さんは犯人じゃないってこと？そうとも言えませんよ。隠れていれば疑いがかからないと思ったのかもしれない。それに他にも容疑者いますよ。角田浅尾がね。直ちゃんのお父さん？でもこの前マンションには誰も来なかったって。刑事が見落としたか、または娘にやらせてるか。そんなね。あなたの言ってるアリバイなんて誰も信じてませんよ。もしもし？もしもし？なおか。お父さん？お父さんね。そうだ、今まで連絡できなくてごめんよ。お父さんに会いたかった。今どこにいるの？マンションの近く。え？重要な話があって来たんだ。今すぐそこを出なさい。ここ？なおを迎えに来たんだよ。10分後に郵便局で会おう。近くのね。それで前みたいに二人で暮らすんだ。いいね。お父さん待ってるから。待って、お父さん。何？だったらどうして部屋まで来てくれないの？どうして隠れてるの？お父さん、鉄をお金で雇ったんだってね。そのせいで鉄がどうなったかお父さん分かってるの？
だから迎えに来たんだ。もうなお守る人はいないから。ちょっと待ってよ。じゃあ鉄は何なの？それじゃまるで使い捨てじゃない。お父さんのやってること分かんないよ。もう信じられない。そこを出る気はないのか？信じてほしい。お父さんは誰よりもナオのことを思ってる。また連絡するから。どこに？子供が出てきたでしょ。子供？小学生くらいの女の子。見てないな。嘘。あの子よ。あの子がどうした？まあ！あなた誰なの？言いなさい。名前は？マンションで何をしてたの？どうしたのこの傷？痛くない？大丈夫？今転んでできちゃったの？ごめんね。
敬愛学園。新庄さん、また外へ出てたの？遅くに出歩いちゃいけないって何度も言ってるでしょう。新庄さん、新庄さん、どなた？角田奈緒って言います。あの、ここは学校ですか？養護施設ですよ。すいません。そう、マンションでいたずらを。あの子、新庄さんって言うんですか？ええ、新庄愛。うちのマンションにも新庄さんっていう人がいるんですけど。マンションの名前は？グラウエンハイムです。あの子、多分父親のところに行ってたんだわ。じゃあやっぱり。その新庄さんという方はあの子の父親です。愛ちゃんはお父さんがいるのに。施設に来るのは身寄りのない子供たちだけじゃないの。むしろ両親に問題のある子供たちの方が多いの。じゃあ愛ちゃんも？詳しいことは話せないけど、お父さんがね。お父さんか。あの子のいたずら許してあげてくれる？はい。ただ油断しないでね。あの子すごい IQ なの。もしよかったらあの子と仲良くなってくれると嬉しいわ。はい。友達だって一人もいないし、コンピューターのチャットでしか人と話そうとしないし。あの、この絵は？あれもあの子が描いたのよ。あれはメデューサよ。メデューサへ。今度うちへ来たら8号室をノックして。いい？絶対だよ。考古学者、本名角田奈緒。高村哲さんが生命保険に入っている形跡はありませんでした。それで前に殺された3人ですが、保険金の受取人は AIS コーポレーションですね。うちもそれから他の2社も調査は断念しました。ということは？殺された3人につきましては保険金の支払いが完了したということです。高村哲はどうして死んだんでしょうね。保険に入ってなかったのに。犯人にとっても不測の事態だったんだろうよ。監視カメラ？はい、あのマンションにカメラを設置するんです。次の犯行を阻止するためにも。次の犯行ね。もう一人死ぬという証拠がどこにあるんだ？死なないという証拠もありませんよ。大阪じゃな、プライバシーの侵害とやらで街頭の監視カメラが撤去されたよ。街頭だぞ街頭。ましてや集合住宅の中に監視カメラなんか置けると思うか。少しは人権ってもんを考えろ。人権を守って人命を粗末にするか。何？今の流行りですね、日本の。はい、こうだ。あ、そうか。そこで待っててくれ。話っていうのは？郷田さんに手柄を立ててもらおうと思って嬉しくて涙が出るね。真面目な話よ。5号室の新庄さんに娘がいたの。新庄愛か。知ってたの？警察もバカじゃない。出入りしてる人間はみんな調べた。じゃあ
薄気味悪い子供だが殺人はやってない。施設でアリバイを調べた。よかった。知り合いなの？片思いよ。向こうは何も言ってくれないの。親が親だからな。誰も信じられないんだろう。新庄さん？うん。あの子が赤ん坊の時から殴る蹴るだそうだ。契約書のコピー。契約？ずっと隠してて悪かったんだけど。想像した通りだ。知ってたの？大体はな。人数までは分からなかったがね。まだ殺される人が2人残ってるの。9月までに。これがゴッドコンプレックスの正体だったんだな。ゴッドコンプレックス。雪村冴子が他人を操るための武器。でもなんか変なの。それだけじゃないような気がする。君が角田直だからさ。みんなが知らないところで何か関係してるみたいな。俺もそう思う。何か証拠でもあるの？いや、でもあのマンションの何人かは故意に選ばれた形跡があるんだ。故意に？まだはっきりしたことは分からんがね。でもどうしてこれ俺に？鉄の敵を討ちたいから。郷田さん、犯人を捕まえて。鉄を殺した犯人を。これは返しておく。君の部屋で見つけた菜の花の種だ。うん、俺の中のナオのイメージ。 DNA 鑑定の結果、彼の領事の部屋にあるものとは一致しなかった。疑って悪かったな。どこ行くの？高村哲の故郷だ。高村哲の解剖結果が出た。それ聞かなきゃいけないの？犯人を逮捕してほしいなら。聞くわ。凶器は今までと同じ刃渡りが異常に長いナイフだった。ところが前回の一斉捜索では発見されていない。もしもそんなナイフを見つけたら真っ先に通報してくれ。警察はもっと徹底的にできないの？捜索とか。あいにく容疑者の人権を守るのに忙しくてね。ところで高村哲は子供の時の話とかしてたか？何も。あそこが彼の故郷だ。え？新庄愛と同じ境遇だった。養護施設で育ったんだよ彼は。彼はここに毎月100万の寄付をしてた。いつか自分でもそういう施設を持つのが夢なんだけど。その夢きっと叶うよ。君の手でこれを届けてあげるんだ。
ゴミをどうすりゃいいんだよ。バカだね、私も。この部屋には灰一匹入ってこられないよ。私の恋はアルマゲドン。そこだ。ゴールデンウィークなのいいの。また5ヶ月も。もしもし、丸田梅子です。誰？私だ。のぶちゃん、いつまで閉じこもってるんだ。意外に出てこいよ。私はね、あの死体の意味が分かったんだよ。死体の、殺された連中の死体さ。どういうことかな。あんたには分かんないの。分からない。聞かせてくれないか。いやだね。自分の胸に聞いてみな。じゃあ待て。高村哲君に申し訳ないと思わないのか。君の身代わりで殺されて、なのにお線香一本あげないで、その部屋から出てお墓参りでもしたら。そんなに私は部屋から出したいの？捜索に来た。調べさせてもらうよ。忘れてることがあるんじゃないですか。あんたはもうすぐくたばるってことか。その他にもう一つ裁判所の令状はないよ。金庫のナンバーは？私は言うと思いますか？思うね。この金庫がそのまま開くのと、壊れて開くのと、どっちがいい？脅迫罪も加わった。右に13、左に30、右に7、そのまま右に63。事件ですよ。板倉という当時19歳の少年がお金を取ろうとして女子中学生を刺した。そしたら相手は死んでしまった。被告人の弁護は私が担当しました。殺意があったかどうかが争点になりましたが、幸いこっちの言い分が通りましてね。被告人はたった8年で出所することができた。今板倉君は幸せな家庭を築いてますよ。
まさに弁護士冥利に尽きる大勝利。この事件の被害者の名前を覚えてるか？被害者？さあ、もうずいぶん昔のことですからね。被害者は郷田由美子、俺の妹だ。ああ、思い出しましたよ。郷田由美子さんね。お兄さんが一人と優しいご両親。大田区の小さな家に一家四人で暮らしていた。でも由美子さんの死をきっかけに夫婦仲が悪くなり、両親は離婚、家庭は崩壊。皮肉なもんですね。今となっては犯人の方がよっぽど幸せに見える。これも私の弁護があったからこそでしょうか。思い出したよ。放っといてもあんたはくたばるんだっけな。何が狙いだ？こんなもの持ち出した狙いは？契約ですよ、例の。何の関係があるんだ？それは言えませんね。あんた、俺を恐れてるだろう。あんた法律の専門家だ。警察が法に縛られている限り、契約の内容は明かせないと分かってる。あんたが恐れるのはただ一つ、俺がやってるような違法捜査だ。そこで俺をはめて捜査から外させようとした。違うか？板倉の裁判には出ましたか？もちろん。弁護士の名前は横溝じゃなかったぜ。どうしてそこまでして契約を守ろうとするんだい？この目で見届けたいんですよ。私が生きてきたこの世の中がどんなものだったか、人間の本性とはどんなものだったか。弁護士なんかやってるといろいろ見えてくるんです。欲に取りつかれた人間がどんなに恐ろしいか。あのマンションはね、刑事さん、それを証明する実験場なんですよ。人間の命とお金を天秤にかけたらどっちに傾くか、その答えが出つつある。すでに高村哲君を含めた4人が殺されたんですから。これはもらっていく。そんなことをしたらまさに違法捜査ですよ。そんなことでもしなきゃ契約は止められんだろう。訴えますよ。好きにしろ。いいでしょ、これ。メデューサってペガサスに生まれ変わったんだってね。お姉ちゃんの部屋に来ない？一人っきりで寂しいんだ。好きなの取っていいんだよ。
人が狙いだ。私とおしゃべりしてくれるの？そちらの狙いを知りたい。親切にするからには見返りを期待しているんだろう。そんな風に人を疑わないで。このマンションでは人を疑わなければ殺される。殺される、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 殺される。愛ちゃんだけを信じてるんだよ、私は。その理由は、梅子さんの部屋に手形つけたのも愛ちゃんでしょ。梅子さんに危ないよって教えてくれたんでしょ。それに愛ちゃんは清水さんと、あ、クラリスか、お友達だったんだよね。クラリスはたった一人の友達だった。事件について調べてるのもみんなのためだよね。そうだよね。それだけではない。ここには私の父親が住んでいる。ここに来てるの、お父さんに会いたいからなんだ。私のお父さんもね、疑われてるの。それでも私お父さんが好き。おい、ゴダ、弁護士のところで何をした？告訴されたぜ。告訴？ゴダ、おい。告訴状だ、横溝弁護士のな。不法侵入、恐喝窃盗。本当にやったのか？やりました。あのマンションで起こってることに比べりゃ軽いもんです。何を手に入れた？自分の処分が決まるまでは言えません。取引するつもりか？検察には話が通せる。お前の起訴はないだろう。しかし捜査担当からは外さざるを得ない。わかりました。おい待て、ゴーダ、俺の首を切って証拠だけ手に入れるなんて虫が良すぎやしませんか？おかしくなったんじゃないの？一日中なんか叫んでばっかりいるんだもん。抗菌反応じゃねえのか？抗菌反応？牢屋とかに一人で閉じ込められてると人間おかしくなるんだよ。新庄さんにも経験が。よしてくれよ。とにかく誰かあの声やめさせてよ。いっそ殺したらどうだ？なおちゃん。なおちゃん、元気だった？いらっしゃい。新庄さん。うん？話があるの。なんだい？援助交際でもしたいのか？違うわ！愛ちゃんのことよ。
愛ちゃんって誰？俺のガキだよ。じゃあ、あの笑い声はその子の？なんだよ、話って。ここでいいの？じゃあ、二人きりで話すか。俺の部屋来い。ちょっと待った。それじゃ危なすぎる。なんだよ。俺の部屋使ってくれよ。いいだろ。岩田さんもいてくれんの？もちろん。しょうがねえな。それで？最近愛ちゃんと仲良しになったんだけど。あのひねくれたガキと。愛ちゃんがひねくれたのはお父さんのせいでしょ。何言ってんだ。あの子を叩いたり蹴ったりするのはもうやめてよ。あれは俺がやってんじゃねえんだ。え？操られてんだよ俺は。あいつの顔見ると知らない間に手が出るんだよ。やめようと思ってもやめられない。どうしてだかわかるか。俺がそうやって育てられたからだよ。ガキの頃からわけもなくぶん殴られて。しつけなんてもんじゃねえ、暴力だ。親父もおふくろも自分たちのイライラを子供相手に晴らしてたんだろうよ。親に殴られて育ったやつはいずれ自分の子供も殴るようになる。暴力が暴力を生むんだ。どうしてそうなるのかわかんねえ。多分人間ってのはそういうふうにできてんだろうよ。愛のやつは施設に預けられて幸せだよな。幸せ？そんな幸せってあるの？お父さんと引き離されて。とにかく愛のやつをよろしく頼む。ああ見えても可愛いやつなんだ。殴りたくなるほどな。けどこの子新庄さんの娘、うん、あの人嫌いだけど、いいわ、見てあげる。ありがとう。その代わりここで見るわ。あんたはエレベーターのとこまで下がって。愛ちゃん大丈夫、英子さんに見てもらいなさい。お前の人だった。私を襲ったの女の人だった。私を疑ってるの？ちょっと待って、どういうこと？その傷お父さんじゃないの？公園で黒いマスクをかぶった人が。でも女の人みたいだった。見せて。ちょっと切っただけみたいね。吐き気とかない？他は大丈夫そうね。
気になってたんだけど、梅子さんって本当にずっと部屋に閉じこもりっきりなの？え？よかったね、毛が軽くて。それにね、私愛ちゃんの声が聞けて嬉しかったんだ。どうしたの？変。変？私を殺すんなら、どうしてナイフを使わなかったの？他の人を襲ったみたいに。それになんだか、手口が素人っぽかったし。愛ちゃんってすごいね。私、頭がいいの。本当？どれぐらい？何でも聞いてみて。じゃあね、円周率っていくつだ？ 3.14159265-358-973-2384-6264-3383。 まだ言うの？もういい。今度三角関数教えてね。今度ね。なおちゃん、気をつけた方がいいよ。犯人はこのマンションで人を襲うとは限らないってこと。だってそうでしょ？私、ここへ来る前に襲われたんだよ。ちょっと待って。もし、愛ちゃんを襲った人がここの犯人だとしたら、犯人は女の人？論理的には。論理的？でも、同じ人じゃないような気もするし。なんで愛ちゃんが襲われたんだろう。それもわかんない。でもきっとここの事件と関係あるはずよ。さっきそばにいてあげられなくてごめんね。どうしたの？なおちゃんみたいな人に会ったの初めてだから。私みたいな人？お母さんみたいな。ゴーダー、斉藤、ゴーダーどうした？あとは張り込みですよ。そうか。どうしました？辞令が下った。やつはこれだよ。明日から K ラブ勤務だ。これで我々の仕事もはかどるでしょうよ。そろそろこのマンションも見納めかな。聞きましたよ、弁護士事務所のこと。証拠が手に入ったんだからいいじゃないか。違法収集証拠は使えませんよ。それくらい分かってるでしょ。そうでもしなきゃ五人殺しが終わっちまうんだな。五人殺し？どういうことです？このマンションの中で殺されるのは五人だ。分かってくれたか。このままじゃ被害者が増えるだけだってことかな。そこでお前さんに頼みがある。俺はもうじき捜査を外される。そうなったら休みを取って一人で動くつもりだ。その時には俺に協力してほしい。協力？あ、どうだ。あ、いや、しかし。よく考えるんだな、何が正義なのかを。このマンションの中じゃ犯人が次の獲物を狙ってるんだ。みすみす犠牲者を増やすか、それとも俺に協力して次の犯行を防ぐか。正義感の強いお前には答えは決まってると思うがな。考えさせてください。次の死人が出るまでに決めてくれよ。
もしもし。こんばんは、丸田梅子です。もしもし。こんばんは、丸田梅子です。梅子さん、ちょっと部屋に来てくれないかしら。え、事件のことで打ち明けたい話があるの。事件のことで？もう殺し合いは真っ平だから全部バラしちゃうの。バラすって何を？梅子さん？じゃあ待ってるわね。バイバイ。もしもし。ああ、奈緒ちゃん。岩田さん。今梅子さんから変な電話があったんだけどさ。そっちにも？うちにもあったの。どうする？助けて。あんたお医者さん、助けて。遅かったじゃない。ごめんごめん、さっきは寝てたからさ。お金を返さなきゃいけないのよ。梅子さんを確かめなきゃ。死んでるのよ梅子さんは。死んでるのよ。会合だ。何？すぐ行く。六号室の丸田梅子がやられた。なんかあったんか？奈緒ちゃん、奈緒ちゃん、おい、奈緒ちゃん。大丈夫か、奈緒ちゃん。私見たことある。え、この死体前に見たことある。
あの子のために死んだのか。高村哲は犯人の顔を見てしまったんでしょう。この中の誰かの顔をね。高村哲はどうして死んだんでしょうね。保険に入ってなかったのに。犯人にとっても不測の事態だったんだろうよ。不測の事態？ああ。わからないのは人数だ。あと何人死ねば契約は成立するんだよ。監督させていただきました山川と申します。この先どうなるかわからないっていう中でこうあの物語が展開していくという意味では1巻2巻3巻 の節目のちょうど真ん中ですから、これからどうなるかっていうのが一番本当にこれからわかんなくなるみたいな感じで、逆に言うとこれからが面白いですね。いわゆるこのあらすじみたいなものをこう一緒に考えていったんですけども、あらすじの時考えてた以上にこの、次から次へとあのスピーディーに展開するっていう形ができてたんで、やる気が出ましたっていうか、このシーンはこれこれでっていろいろ考えなきゃいけない要素がいろいろあって、普通のものと違って普通のもう5倍ぐらいのことを考えないと、あ、じゃあこのシーンこうやって撮ろうっていうのが決まんないぐらいの感じなんですけど、多分一つものを作るにあたってどのくらい考えていくかっていうことがやっぱり面白さにつながるんじゃないかと思ってるんで、それで考えれるっていうことは多分いいものになってるんだろうと思います。映画作る上で、まあ、1時間40分ぐらいの話にしても5分に1回ぐらいは盛り上がらないと見る人がね、ついてきてくれないっていうのをよくプロデューサーとかに言われたりして、逆に言うとそれがこう1分刻みになるから1分に1回みたいな最初はね、だからそういう意味で大変だなって漠然としか思わなかったんですけど、逆にあの本できて読むと、ああこういうふうにも作れるんだっていうのが分かってきて、そういう意味でやっぱり撮影してても面白いですね。インターネットで見るとこう例えばこうパンしてたりするとカクン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 みたいになっちゃったりしたりしちゃうから、それ避けよう、なるべくパンをしなるべくフィックスでこう重ねていくみたいな形にしようと思ってたんですけど、やっぱそれだけだと面白くないんですよ。こうなっちゃっても面白いようになればいいわけですから、逆に意味ありげに見えればいいみたいな、それはちょっといろいろね編集で試してみてやろうと思ってます。これからなおがどう成長していくかっていうところがやっぱり見どころだと思います。1話見逃すと分かんなくなるぐらいの面白さで迫っていきますから、よろしくお願いします。